この猛暑の影響で干からびたこのミミズを見ることが少し多くなっているというコメントが多くなっているようです。でこれまでですね1万人以上の方が参加くださったということですけども、参加いただいた皆様ありがとうございました。最近道端でミミズの死骸見かけますが、大量に見かける、そして見かけないということで、ちょっと私この時間答えてしまって大丈夫ですかね。はい、私はですね見かけるですね、大量には見ていないですけれども見かけることがやはり多くなっています。道端でも、たくさん、見ることありますし、あと家の裏庭にもですねミミズがいっぱいいて、先日我が家の別に私が飼ってるわけじゃないんですけども、ヤモリとですねミミズがこう戦っていてですね、ヤモリがこうミミズを食べようとしてたんですけど、ミミズがですね こんな感じで慌てて飛び跳ねてですね、逆にヤモリがこう逃げていったっていうのを私と私の息子で一緒に見ていたんですけれども、ただですね一方で息子が父ちゃんなんかミミズが死んじゃってるよっていうような話も聞いてですね、やはりこう暑さに負けてしまって干からびているミミズもねいるようです。